どうも、ゆっくりマリサだぜ。ありがたいことに前回の動画でご好評をいただいたので、今回も生物学の基礎について解説していくぜ。今回のテーマは、DNA とは何か、だぜ。ウイルスの話がもっと聞きたかった。いやいや、ウイルスの話をするにせよ何にせよ、より深く理解するためには、まずは DNA について理解することが欠かせないんだ。だから、心して聞いてほしいんだぜ。DNA、日本語で言うとデオキシリボ核酸は、あらゆる生物において、設計図の役割を担う超重要な物質だ。そして、このような二重螺旋構造をしているのが特徴だぜ。確かに、こんな感じの図はいろんなところでよく見るわよね。でもこれが設計図ってどういうことなのよ。文字が書き込まれてるわけでもあるまいし。ああ、確かに実際に文字が書き込まれているわけではない。だが、四つの塩基と呼ばれる物質が、文字のような役割を果たしているんだぜ。わかりやすくするために、二重螺旋をほどいて説明するぜ。はい、簡単な図にするとこんな感じになるぜ。上の赤い鎖と下の青い鎖にくっついている。カラフルなやつが4種類の塩基だ。水色がアデニン、マゼンタがチミン、緑がグアニン、黄色がシトシン。それぞれ A、T、G、C と表すぜ。ATGC って、なんか本当に文字みたいになってきたわね。だからこの場合、上の赤い鎖は左から、GTCCAGTCAAGTCAG という情報を持っていることになるな。うわぁ、これが DNA に含まれる情報、生命の設計図になるわけか。ところで霊夢、これを見て何か気づくことはないか？視聴者のみんなも一緒に考えてみてくれ。あ、水色の反対側は必ずマゼンタで、緑の反対側は必ず黄色になっている。そう、アデニンとチミン、グアニンとシトシンはペアになっているんだ。これの何がすごいかというと、例えばこのように、赤い鎖と青い鎖がバラバラになってしまったとする。しかし、緑とペアになるのは黄色、マゼンタとペアになるのは水色、といった具合に全て決まっているから、上の赤い鎖から青い鎖を、また下の青い鎖から赤い鎖を復元することができるんだ。DNA が、二つに増えた。そう、つまり設計図をコピーしたようなもんだな。DNA は、2本の鎖が、それぞれお互いの逆の情報を持っていることで、このように複製することができるんだ。前回、細胞のすごいところは、自分自身のコピーを作れることだと言ったろ？それができるのは、設計図である DNA が、今言ったような仕組みで複製できるからなんだ。もちろん DNA が自力で2つに増えるわけではなく、細胞内の様々な物質のサポートがあって、初めて可能になることなんだけどな。ところでマリサ、話は戻るけどさ、生物っていう複雑なものを作る設計図が、たった4文字でできてるって少なくない？私の体だって、元をたどれば4文字の情報から作られたって、ちょっと信じられないんだけど。もちろん、DNA の情報だけで全てが作られるわけではないが、DNA の情報としては、4文字で十分だ。なぜならそれぞれの塩基は、3つ1組で読み取られるからだ。過程はかなり複雑になるので割愛するが、3つの塩基配列は、それぞれ1つのアミノ酸へと変換される。なるほど、4×4×4 で、64種類のアミノ酸が作れるのか。いや、実際には20種類だ。3文字目が違っても、同じアミノ酸が作られたりするからな。とにかく、アルファベットが26文字と考えると、20種類あれば、かなりの情報を持たせれる気がするだろ？確かに、それなら少し納得できるわね。ということで今回の話をまとめるぜ。まず、DNA は二重螺旋構造をしており、2本の鎖に4種類の塩基が並んでいる。そして、塩基にはペアが決まっているから、DNA の鎖は、一方からもう一方を復元できる。これによって DNA は2つに増える、つまり複製することが可能になる。また、DNA の塩基配列は、3つ1組で読み取られ、20種類のアミノ酸に変換される。と、今回の話は以上だぜ。ここまで見てくれてありがとうございますなんだぜ。それじゃあまたな。